めちゃくちゃとまご覧なさい。ペチャクチャティコティコペチャクチャティコティコペチャクチャティコティコペチャクチャペチャクチャとまご覧なさい。庭先でさえずる小鳥こんな価値が立ち止まって内緒話してるみたい。ペチャクチャとまよく喋るね。次々と話が続く別の人がまた加わって殿方の出る幕はない。隣のうちの奥さんたら好き者すぎて困るのよ。すごい声で叫ぶんだから私までおかしくなりそうよ。通りがかった男がいれば品定めに夢中になる。あれが私の理想のタイプ。あの口ひげがたまらない。めちゃくちゃとまあご覧なさい。庭先でさえする小鳥こんなたちが立ち止まって内緒話してるみたい。めちゃくちゃとまあよく喋るね。次々と話が続く別の人がまた加わって殿方の出る幕はない。不自由すぎてできたことももちろん奥さんの子じゃない。新築した四つ角の家裁判で差し押さえですって。うつまに買った金持ち夫婦離婚騒ぎで大変なのよ。他人の不幸は我が身の幸せ。噂話に種は尽きない。ララ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 ラ。めちゃくちゃとまご覧なさい。庭先でさえずる小鳥女たちが立ち止まって内緒話してるみたい。めちゃくちゃとまよく喋るね。次々と話が続く別の人がまた加わって殿方の出る幕はない。ブランド好きなあの奥さん消費者金融が良いな。低粛そうな奥さんもホストクラブが用意なの。プレゼントした貢ぎ物はみんな質屋に流されて。他人の不幸は我が身の幸せ。噂話に種は尽きない。